はい、やっていきましょうか。何日ぶりやこれ。もうもしかしたら俺これ20日ぶりぐらいかもしれん今度は。ちょっと待ってくださいね。はい、今ちょっと待ってくださいねって言ったのは、あの20日ぶりすぎてこっちにモニターがこっちにもう向いてないぐらい汚れてしまってましたんで。汚れてるなぁ。クリアしたんですね確か。クリアした状態で、攻撃力の強化なのよ今度は。クリアした状態で猫がこっち来てって言ってたとこに行こうって言ってるのは覚えてます。それ以外は覚えてないですよね。で俺10個あるからこれあげとこうか。前回の動画、あ、そっか、前回の動画の変身の儀をすることすらも忘れてるぐらい汚れてるやん。ちょっと一回出してきますね。やっぱ出してこんぐらい汚れてるんですけど、確か、ウニが強かったんです。そのウニがめっちゃ強いですねっていうコメントいただきました。ウニの名前をその方は知ってたけど、僕は知らなかった。僕は知らなかったっす。でも溜まってるな。今回トレジャー行ってないのに溜まってるな。でもね、これを僕が汚れてるのを見て、すごく癒されるというコメントもいただいてるんで、すごい役に立つんやなと思います。誰かの汚れは、誰かの癒しになるんやなと思います。はい。これいいよ。なんで浜田金やって。ほんなあ、これやってなかったやん。これ行こうか。俺やってたよ、俺。汚れてるの。あ、こういうことね。二つ目やったよね。二つ目やったんやったらもういいや。で、手前の、ここ行くんですよね。うわ、こんな早くない。あ、そう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 。今なんか全然関係ないこと思い出したんですけど、コメントの返信の儀を機能させていただいて、僕はやっぱり汚れを取るために、娘さんの集まりのデータが消えたっていうやつに対して、カスタマーサポート以上の、徳を積んだんですよね。そしたら、すごく感謝されたんですけど、それでは解決できなかったってことで、今から返事しなあかんの忘れてるぐらい汚れてましたことを今思い出したんですけども、どうしよっか、わからんのやって誰かわかる人いたら返事しといてください。僕の一個前の、わかる、返事できるやつ、いるわけないやん。集まりの、ユーザーを友達に消されたと。だからユーザー復活すれば多分できると思うんですけど、Z ドリーミーフォルガと思うって書いたんですけど、それじゃできなかったって言われたんですけど、セーブデータは多分残ってますよね。そんないじめあるか。一緒に僕らの時代って汚れなくさ、いじめなのかなそれ。僕の汚れなくセーブデータ大切にしあったけどな、あの頃は。今はやっぱ汚れた汚れてない。僕が一番汚れてるのは。どうすんやこれ。もう始まるやん。うわー、久しぶり。これいつぶりよ俺。ほんといつぶりやろ。2週間ぶりなのかな。前は10日ぶりずつやってたんですけども、今回これいつぶりやろ。寝てましたもんね途中で。この前は汚れすぎて2時間ぐらいかかって、あ、なんか久しぶりに、久しぶりです。何これ、何これ何。50個、それか。集めてこいってたの。あ、トンカチいる。レベル1しかあげんかったやつの。これはトンカチで来なあかんのや、ここ。へえ、面白い。なんか同じステージかこれ。今おっそ気づくの。同じステージですねこれ。一面とパラレルワールドになってるやん。
わいい急に急に汚れた声でかわいいっていうな。気持ち悪いな今の。でも本当に可愛かった今。何やったっけな、前なんか誰かに言われましたよね、かわいいのに気づかない汚れっていう難しい汚れを指摘されましたよね。これでも気づいて、汚れてないですよって言ってくれるだけなのにさ、汚れに気づかされてコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ってことはステージ数は意外と少ないですね、このゲーム。あ、こんなところにある。どうやって押すのこれ。あ、え、つらっ。どうやって押すだろう。あ、押したね、もう。ちょっと待って、ゲーム自体は久しぶりよ、俺。やっぱね、あー、いや、オーバークックはしたけど、これね、ウニって。これのことなんて言ってたっけ、その名前。これが結局最強に強いという。忘れてる。うわ、トンカチの方が良さそうやな。なんかさっきの感じを見るとトンカチレベル1すぎる、可愛すぎる。ハチマキしてるだけのやつやでな。これのレベル3ってどんなやろ。めっちゃ怖い。汚ね、汚ねっていうかおっさんみたいになってくれるんでしょうか。缶の数なくなったことないですね。全然余裕ですよ。あ、ちょっと。これ50個全部集めなあかんゲームか？もしかして。俺これ、あ、すごい少ないんですけど、12個って。あ、これで取るよ。え、これこんな重要？この緑と同じよ。それで取らなあかんトリックを見破らなあかんぐらい重要か。うわ、すげえいっぱい。うわ、すげえ。鳥さんじゃねえわ。鳥さん俺や。鳥さんって呼んでくれる子。ダメだって、鳥さんって呼んでくれる子。ゆいさんの娘さん。こんなとこ見てますでしょうか。ありますよ。あそこにありますよ、ガチャガチャ。あれどうやって、あ、やばい沼。あれどうやってだろう。これあれやばい。あ、ここからいけるわな。いけんか。 OK。
行こう。あっち一回行ってからか。あっちからか。へえ。難しい。あれ？やばい。これなんでここ開いとんの？こんなとこから行くんか。本当に？わあ本当や。すげえなんかゼルダやってる気持ちになってきた。もう取れてますね、汚れ。そうなったことなかったんだよ。全然この縦と横が分からなくなってるゲームやらなすぎて。これはむずいぞ。こいつ弱えな。鉢巻きの1レベル。やばい。俺が押すの？あのスイッチ。俺が押すスイッチ。あとあれどうやって取ろう。あかん。絶対やばいやばいやばい。いけた。これで16個ってめちゃくちゃ多いっすね。あれ自分で押すやつやったんか。アホやん。アホいる。あそこにアホがいるぞ。危ね。ようあいつ敵になれたな。これなんで。それはむずいわ。それはむずいわ。どうやって取れんあれ。あ、違うキャラか。集めるんかこれ全員で。そういうことか。何往復もして、そういうことなんかな。釘もあったもんね最初に。鉢巻きレベル1じゃな。釘ないやん。釘があったで。あ、なんでもない。ごめん、なんでもない。今ね、初めてプロコンの中に指入った。5年で初めて1回目です。
と1個どっかに、ここのここの中にはあるはずやな。あれか、あった。これ50個はきついな。これ取れる気あんな。めっちゃ水。あ、む、うおー、むず。ピュアな声出たね。ピュアやね。今のピュアやったと思った。何を押してしまっちゃったの、ボタンを。お、あ、これ言ってたんか、今のレベル力上げるやつ。あー、変に押しちゃダメなんやて、盛り立って。どうしよっかな、これいけるんかな、これ。あ、いけ、あ、え、いけるんじゃない、これいけるんかな、これ。あ、こうか。どうしよう、あの硬いとこに落ちればいいんか。ついんやけど、大丈夫これ。何しに来た、俺何しに来た。あ、3個取りに来たんや俺。むずいむずいむずい、ちょっと。あー、むずい。金かかってると思えばいいんや。あ、汚れてるな、それは。うん、でも取った状態か、今は取った状態かな。もう一回行ってみようか。った状態ですね、何もないね。こいつをこんな怖がったことはないもので。あかんよ。あ、あ、あ、危ない。いや、おもろいやんなぁ。これ1個のステージでこんな長えの、ほんでさっきから思ってるんやけど。何？あ、でもこれじゃない、絶対これじゃない。これレベル1すぎる。これあっち行くやったっけ、まあ、今までも。強なってるんか。あ、痛い痛い痛い痛強なってるやん。あ、全然戦い方ちゃうやん。ちょっと待って、めっちゃ強い。
全然この人戦い方違う前と1回の時と。どうしようかな。あー早い。耳がいい、やっぱり耳が。覚えてないか。やっぱ強いね。一番最初の日から思ってたけど、体験版の時から思ってたけどね。スターの方が強いな。でもなんかスターで倒すの笑いみたいなコメント来てた気がするけど、いやでもスターの方が強いな。あーやばい。でもやばい、投げ。いやーもう今の捕まりに行ってあげたかな。痛い。 あともう一個な。てかハンマーやな。ハンマー無理やな。ハンマーなんて。もうハンマーで行こう。ハンマーこんなもん。しかもなんでトマトあるんやろそこに。ハンマーこんなもんでいけるか。全然尺が足りんがな。リーチが、リーチが。いいか。近すぎて、近すぎていいんか。あ、近すぎていいんか、これ。近すぎて捕まってない。
まった。何？危なかった。クソ動画になるとこやったらもうクソ動画やけど。そうや、今日初めて夜やってて、夜酔っ払いながらやろうとしてるのに飲み忘れてた酒を今飲みました。うん、ちょっと顔変わった。ちょっと顔変わったな、このステージ来て。レオンのソウル、レオンのソウル、うん、フォークディアゾーとソルジャースターももらえるんだ。これなんやろう、長いから一本ずつになるな、この動画は。何個あんのこの面は。うん、ちょっと検索してきます。あ、検索じゃない、探索していきましょう。お、レオンのソウルが溜まるとどうなるの？全然足りんやん、でも。めちゃめちゃあるな、あっちまで。1、2、3、4、5、6。なるへそ。タイム。決めました。3個ずつやってきます。どうでもいいかもしれんけど、こんなこと。これ1個ね。2個、3個ずつやっていきましょう。だってこの Y を押したら6個ありそうね。うわ、すげえ、あそこにそんだけ散らばってるってことなんやね。で、右の表を見ると、あの紫色のところまで溜めれば、待って待って、右下の、右、紫色のところぐらいまで汚れを取れば、いいんでしょう。でも結構、汚れがきついね。取りましょう。あれを汚れとしましょう。あれを汚れのメーターとして取りましょう。そのためにこのゲームを始めてたんやなって、今わかります。こっから、すごい汚れた状態から僕、めちゃめちゃ汚れ切ってる状態からやん。あ、かわいそう、かわいそうという気持ちがまだ残ってた。汚れてないわ。ちょっと待って、すごい汚れた状態から始まるから、それはしゃあないわな。めっちゃ辛い、難しくなってますね。この状態で浮き輪ないな、これは浮き輪ないな。これは、これはこれ、持ってかなかった、持ってかなかった。で、できるだけ集めましょう。当たり前やけど。できるだけなんとかっていう、あれを集めましょう。じゃないと、かなりの汚れを取らないとダメなんで。
ってもらうのか。あ、こうなるね。なんで浮き輪乗ったのかなと思ってさっき。出るんか、あ、出るんやな、出るんやな。そっか、そういうぐらいの細かさでいかなあかんのか。強い。夜中に酒飲みながらおっさんがなんでこんな感動してるの。汚れてないでやな。汚れてないからや俺が。ここで完全にピュアになったわ。どこ行くん？大丈夫？そんなすぐにあっち行って大丈夫？あっちもっとあったけど。え、そう行っちゃうの？これも。強力ね、あれ。ちょちょ、連射してダメだ。それまでいいか。使い方がまだあったら。こっちとか絶対あるじゃん。あるな、あるな、あるけどあれは危ないでな。40個は取らなあかんな。38個は。ありそう、絶対ありそう。そう、ないの。そこになくしてなんでどこに48個もあるの。あれ取らなかった。だから違うキャラで来なあかんのじゃないかこれ。本当にさっきも言ってたけど、違うキャラで来なかったな。あれ的を当てるやつね。かなり強いよそれ。的あるね、だいぶ的あるね。全然取れてないね、汚れ。思ったより早いね。俺はやっぱ年取ってるか。俺やっぱだいぶ汚れてるっていうよりも絶対汚れてってるよりも年取ってるかって自分でなんか嫌やわ。あかん、年取ってる。汚れてるっていうよりもなんか反応遅いもん。あんなもんさ、なんかあ当たる当たるって思って当たってるでな今。昔やったら当たらんように避けようとするもん。今もなんか当たるねって思って当たってるで、当たることは理解でき、あの把握はできてるぐらいの年やけど、でも避ける年じゃないっていうか、もう避ける年じゃないってどういうことや。
急にそういう感じですね。なんかこれもう当たるねって でもいいか、待って、そんなに気にしてないっていうか、当たることだから何回もやられてもよ。そういうことです。だから見てる人に伝えないといけない、それを。危ない。今のほら、今のとかは昔のままです。危ないなって思えるって。どうやって取れよあれ。いつもね、あれ実際っていうか、あの意味が分かってないんですよ、この光の。あ、押すだけか。あ、こっち来いよと。ほう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 。さあ、なんか当たってもいいよっていう感じでやっちゃってるんですね、僕。当たってもいいよって。昔やったら当たっ、また言うやん、その話。昔やったらさ、当たったらかん、あ、じゃあ、当たるもんかっていう気持ちでやったけど、今はもう、当たるやな。その場合は当たるやんな、って思う。今みたいに倒さないよっていう気持ちにもなっちゃってるからね。必要以上の命を奪わないよって。聞かれてないってことだよね。それは聞かれてないな。なんかあるな。なんかあったまいよ、多分。あの星はないよ。これ一面一面が全部そうなってるから、この3個でしょうがないわ。1個の動画で3個でしょうがないわ。さっき、20分ぐらいで終わったことの方がすごいわな。うわー、なんか F0 やりたくなってきた。爽快。全然取れてないね、何かが。これはさすがにリトライやろね。あの、やっぱり風取らなあかんね、どうにかして。違うんかって言ったけど、
これどうやって取るの？え、これどうやって取る？あ、やっぱはしご使うんかの。そっかそっかそっか。なんだ、電話か。あれ？危ね。やったー、爽快。あー、それ入れたの、入れるのか。あ、危ね。風に流される前から。リトライしますか。アイテムは風に流される前の状態に戻ります。ん？さっき圧力したやつだね。やった、ボスや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 。どんなんやったっけな、ボス。あ、そっか。水銀と来てるやつや。これもやっぱり通常のがいいような気がするね。難しいな、あれ、わかんわ。あー、むずい。
問題と。これなんだっけ。爆弾やってみようかな。強そう。強そう、勝てる。めっちゃ強い。絶対待たなあかんのかな。あれ、俺は取れてるやん能力。星を吸いたいけどな。あの時に前行けばいいんか。二つ吸っとくと強いんやけどな。見つけた、ゴール。あったよ、ゴール。やった。結構いったね、38って言ってたんで。よかった。でも僕の汚れメーターはなんか結構乗るのが多かったね。半分ぐらいいかなあかんね、ここで。いけるでしょうか、メーター。全然足りんやん、半分なんて。え？足りねえ。足りねえぞ。そんな少ない？
一気に行きましょう。もうないんやパワー。なるほど。あぶね頭。そう？あいうつそこ。飲みが足りなかった。ちょっと待って。いた。汚れてるのあいつ。さっきああ言ったのだいぶレアケースやな多分。危ねえ、また年取ってるとこやった。あれどうすんのこれ。なんかで来なあかんかったんか。どういけるかな今でも。なあ、なにあれあんなかい。これや。やった。この余計を使ってないわ。この余計を使わなかった。
着替えなかんとかね。うわ、何ここすごい、すごい、ここ、これ写真撮ろう俺、これね、疲れてるね、めっちゃむずいんすけど、めっちゃむずいんすけど大丈夫ですか、このアイスホッスケートで行きます。え？起きるあれ俺。よを見ると可愛いな、よう見んでも可愛いけど、ちょっとやっぱり俺よけよけないもん、年で、わっ年やな、あーめっちゃ危ねえ、え、いいじゃない、ここ行くの、どうやって倒すの、あれ倒せんのか、使ったら来るやな、ちょっと待って、来ないで、まだ、パワーねえからね、待ってよ、乗ってた、なんやろ、この下なんかあるんかな、あいつは避ける台か、あれ、光ったけど関係ないです。たまたまです。ああ、やばい。
ついな。取れるの？取れるの？むずいな。なんかどっから行くの？どっから行くのよ。そっか、危な、張り出てるやん。怖いよ。お、怖い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 。よしよしよし、いつ買ってんの？怖い。あった、すげえいいのあった。そこに腕で力を上げてこようか、次の動画の前に。めちゃくちゃ強いやん。あかん、能力もない。ちょっと待って、 取れるカード能力。今からこの人から取ればいいか。あ、こうやって取る、こうやって食べれるんや。届かんな。届かんな。ちょっとぐらい泥に使ってでも取るか。取った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 。飛びながら取れた。うわー、無事。味方が無事。すごいギリギリやん。買ったっけ？どこ行けるの？行けるの？今のスイッチは何やったっけ？開いた。ちょうどた、ちょうどうまいこと食べられた。うわ、すごい強かった。何回も犠牲の、何回も。おお、こんなところから。何かこんなところなんかってことでもないか。この上にどうにかして登りたい。あれは苦手、これどうやって行くの？正解なの？
そうか。でっか。こうやって登るのね。あ、これか。これの。諦めるか。このスイッチは何なんだろう。ボスやな。よし、ここまで行きましょう。何個あった今？31個か。やばい。めっちゃ強い、めっちゃ強い。でも爆弾が強そうなんだけどね。あ、でもウニあった。ウニが最強っていうコメントいただいてましたよね。ウニ最強なんですよね。もう当て始めてるもんな。強いよ、強いよ。
もうないな、パワーあんまり。最強。手金取りアイテム何個なったでしょうか。36個。ってことで、じゃあ今日ここまでにしますね。でも全然な、まだ足りんだけどな。半分、あ、でも結構溜まったな。あと半分、そんなもんか。頑張ります。また。あ、これ一回戻るか。一回戻って、どういう状況になるか。やっぱハンマーの親父さんをちょっと強くしなあかんし、ハンマーで行ける場所がありましたよね、何個か。お、原始人みたいになった、かっこよくなった。単なる鉢巻きからこうなる。おお、全部コンプリートしよっか。ここまでにしときます。一応今回はハンマーの親父さんから、次回は行きましょう。なら